スイッチバスケットボールスクールオンラインご覧の皆さん、こんにちは、たきおです。今日僕が紹介するスキルはですね、タイトなディフェンスに対しての、ドリブルチェンジからジャンプシュート、このドリブルチェンジをですね、今日はレッグスルーバージョンで、紹介したいと思います。まずはこちらの動画をご覧ください。はい、動画をご覧になっていただきました。それでは、解説の方に行きたいと思います。まずはそこから見てもらえれば、分かると思うんですけども、このコーンがまずはこのタイトなディフェンスをしている自分のマークなんですね。相手と捉えてください。そしてこの後ろにコーンが2つ並べてあります。緑のコーン、青のコーンはセンターポジション、4番、5番のポジションで、いつでも例えばトップから僕が抜いたとしたらタイトなディフェンスをかわすことができて、抜くことができればいつもカバーに来ますよっていうポジションにいます。なのでここから勝負していってレイアップまで行くのは難しいでしょうというシチュエーションの中で、今日はドリブルチェンジからジャンプシュートの紹介をしています。はい、それではこちらにちょっと移動してください。まず自分がボールを受けたとき、トップで今日は紹介してますけども、45度でも0度でもどこのポジションでもそうです。ボールを受けたときにディフェンスがタイトについていると簡単にドリブルはできません。で、なのでボールの位置も取られないように、横、上、逆サイドなのか下なのか、こういう構えになりますよね。で、今日は僕はこっちの方にやる、シチュエーションを作って動画を撮影しました。この状態からですね、まずはタイトなディフェンスをちょっとイメージしていってください。このディフェンスをかわそうとして、もうこの辺に潜り込んできてますので、ディフェンスが密着してきてますので、僕がボールをこの位置にしていた場合、最初ここから逆サイドにボール振るの自体難しいほどのディフェンスがタイトに来ている状態ですね。なのでほとんど左にボールを位置していたら、ディフェンスからしても僕からしても選択肢は左に行くしかない、まあ、こんなシチュエーションです。なのでディフェンスも逆につきやすいんですよね。抜こうと思って一歩踏み出したらもう左に行くだけだから寄ってきます。僕はオフェンスはこのワンドリをフェイクにしてですね、すぐに切り替え、ディフェンスをできるだけオーバーにディフェンスさせて、すぐに切り替えてジャンプシュートに行きましょう。まあこういうスキルです。なので今回ですね、皆さんのイメージ力がすごく大切になってきます。なので、ね、ちょっとご協力いただきたいんですけども、わざと斜めに置いてます。これはワンドリした時にディフェンスにコースに、はい、ディフェンスコースに入られた時を想定してここに置いてます。なので自分が練習する時はですね、正面よりちょっと斜め、左なのか右なのかどちらでもいいです。コーンを置いて、またはマーカーを置いてですね、本域でワンドリ1回します。このぐらい自分が本気でドライブするぞっていう意思を見せないとディフェンスはここまで入ってくれません。軽いドリブルで行こうとするとこの状態でついてきます。なのでですね、できるだけ一発で抜くんだという意識を持ってドリブルをするとディフェンスも焦ってコースに入ってくるので、それを生かして逆にドリブルチェンジをすると相手はブレて自分だけ逆サイドに行ってノーマークでのジャンプシュートが可能になる、こういうことになりますね。なのでですね、一発目のこのスピードからレッグスルー、この技術がすごく難しいです。特にトップスピードでやっていると非常に難しくなっているのでですね、この練習をたくさんたくさんしてですね、
ドリブル、ドライブからドリブルチェンジ、そして最後のシュートまで意識した一連の流れで練習をするようにしてみてください。はい、たくさん練習してですね、もう非常に難しいスキルになってますので、頑張って習得していきましょう。はい、それでは本日の動画は以上となります。